最近ミュージック、最近 TV を2や。はい、皆さんこんにちは、最近 TV の1,2,3 最近です。今日は皆さんに僕のおすすめのバームクーヘンをご紹介したいと思います。それがこちら、ネンミヤバームクーヘン。クーヘン、はい、こちら右側がプレーンの味、左側季節限定の焼きさつまとなっております。はい、お店ではこんな感じで作っています。はい、まあじゃあ早速開けてみましょう。まずはね、プレーンの味からいきましょうかね。これね、うまいんですよ。これがオープンザバームクーヘン。おお、これですよ、これマウントバームね。マウントしてるね。さあお次は焼きさつま、オープンザバーム焼きさつま。おお、和菓子の目、こちらもマウントしております。はい、袋から出してみました。こんな感じです。右がプレーン、左が焼きさつま。この断面、まさに年輪のようですね。だから年輪屋って言うんですね。はい、食べやすいようにカットしてみました。美味しそう。では早速いただきやす。まずはね、プレーンの普通の味の方からいただきたいと思います。これそう、結構上はね、サクサクしてるんですよ。で、中はしっとり、上はサクサク。これがね、マウントバームの特徴です。結構ずっしりとした重さがあります。うん。うん。上側がこうシュガーがついていて、ちょっとパリパリした層になってるんですけど、それがね、すごい甘いんですね。で、その下は甘さ控えめなんですよ。だからすごくバランスが良くて食べやすい。はい、次は季節限定のね、秋だけの焼きさつま、さつまいもの味ですかね。それをいただいてみたいと思います。これは初です。これかな、ちょっとね、黄色いかな、こっちの方はね。いただきます。うん、やっぱりね、第一印象としては甘さ控えめです。そんな甘いなーっていう感じじゃなくて、すごく食べやすいかなと思います。食べた瞬間にこうふわっとさつまいもの香りがきますね。うん、特にね、ずっとさつまいもが残るんですね。味が最後までさつまいもの香りがします。はい、気になった方は下にリンク貼っておきますので、そちらホームページをチェックしてみてください。それではまた次回の最近 TV でお会いしましょう。 See you next time。Broadcast USLVA YouTube